全国各地の祭りで花笠踊りの発祥の地尾花沢を PR してきたのが尾花沢市花笠お披露目会です。8月に山形市で行われた元気山形ダンスフェスタにも参加、本場の踊りをアピールしました。
あ、いいんじゃ。とりあえず設営完了。うん、あ、疲れたね。はい。はい。じゃあ、はい。キャンパー。キャンパー。はい。あ、こうか。はい。冷え冷え、あー、うまっ。はい、じゃあ刺身でも食べて設営管理を疲れました。やっと涼しくなりましたね。ただいまの時刻、ただいまの時刻は16時15分。気温が24度まで下がりました。はい。はい。はい。じゃあ、はい、はい。刺身食べましょう。はい。はい。キャッパー。はい。はい。前な、やっぱり暑いから。うまい。はい、いただきましょう。いただきます。これはビンチョウマグロだっけ。ビンチョウマグロです。ビンチョウ、これ一緒に使う、別々でもいいけど、どっちでもいいよ。じゃあ、洗うのもある。ビンチョウ、いただきます。ビンチョウ、全部でバターでした方がいい。大丈夫。うん、じゃあこれに。ちょっとつけるぐらいだったら、うん、あ、いいの、うん、好きなサーモン、はい、どうぞ。いただきます。醤油、あれ、サーモンからいかないんですか。サーモン好きなんじゃないですか。ビントロ、なんで俺持ってんの。自分でも持ってんの。お嬢いただきます。いただきます。うまいね。うん、めっちゃうまっ。うまっ、ね、うまい。うん、いいね。あ、油乗ってる、すごい。うまい。うん。サーモンうまいよ。ほんと？あー、醤油垂らさないでよ。乗ってる。あ、滑る、この箸が。うまい。そう、苦手だし。ね、滑る。だから、これ、も、もでばいいじゃん。シュラカップ。いや、めっちゃうまいよ。うん。ね。うん。油乗ってる。うん。うん。ね。サーモン？トロサーモンだよ。うん、どれどれどれ。うん。トロサーモン。うまいよね。うん、おお、すごいね、うん、これは油乗ってるわ、これ。トロサーモン。マグロいただきます。うん。うまい。うまい。今日はなんと、妹、ハスハリ、DOD のライダーズ、なんだっけ、バイクインテント。バイクインテント購入したんだけど、忘れてきました。バカですね、本当にね。しょうがないから、うちらのマグインですもん。まあ、いいですね、本当にね。テントだけ忘れるの。あと全部持ってきてるんだね。笑っちゃいます。テントがない。まさかの、まさかのオチ。そんなオチ。一番大事なやつね。一番大事なやつ。年内晴れんですかね、あのテントね。もう来年になんじゃないですか、あれ。来月行くもんね。来月行く。うん、10月連休あったっけ。10月あるよね。あるよね、秋休み。あんの。あ、13、14の時ね。うん、用事がある。そうなの、うん、ライブあるから。あ、そうか。行かなきゃいけない。マジで全員参加。いけるんじゃん。じゃあ土日だね。そう、来月のね。逆に土日の方が空いてて、うんうん、まだ予約を取ってないっていう ね、 ね、土日って何、休みなの、君たち。え、取るよ。取れるの。うん、取る。でも私もう出したと思う。希望。俺は日月の方いいんだけど。日月、日月有給効かないから土曜日。日月で撮ろうかな。うんうん、その方がさ、すごいですね。あ、学校じゃん。あ、やば、忘れたよ。学校忘れてた。休み、秋休みの時じゃないの、日月でね。秋休みってある、ま、わかんない。あるでしょ、普通、高校は。あると思うよ、秋休み。うわ、うわ、
でもあれだよね、体育の日に絡んでとか、うん、何あるかな。あると思うよ、うん、手休み、うん、多分、うん、来月はどこですか。来月どこ行く。大倉。大倉近いよ、うん、じゃあシャワーあるけどね、お風呂がない。大倉か松島、うん、うん、近場で、うん、じゃあ友達呼ぶね、うん、だいアッキーか。アッキーデイをつけて、うん、デイをつけて、アッキーかデイキャンプもつけての大倉、はい、いいね、ゆっくりね、うん、ゆっくりデイつけたら上下さん行けるじゃん。あ、いいね、油揚げ食べよう。油揚げ食べ、三角油サンミレッジってくらって、みんなお風呂行ってんのかな。いませんね。ここね、ここ広いからね、歩くのも大変だよね。お、ほら、俺の欲しいやつだ。結構空いてるよな、これな。こう2つ空いてるよ、ここ。まあ、天元、天元。風あったらそこ風強いんだよな、徳楽な。いいサイズをこう、マークしといて。吹っ飛んでったもんな、吹っ飛んでったもんな。こっちとか足だね。フィッシュはいいんだけど、風結構、フィルテンションしたから。そう、景色いいんだけどね、風がね、すごいんだぞ。どれ？あ、ライダーズバイクね。ライダーズバイク。ほら、風涼しいっちゃ、こっち。こっちの方はね、風がすごいの。いいね、そうそうそう。でもうちらあのキャンピングカーのとこでここが吹っ飛んでたんだよな。その下のね、あそこで止まってたんだけど、うん、飛んできて、うちらの青いとこに貼ってたのね、ここに貼ってた人がね、夜中バーッと飛ばされた。風強いの、うん、結構でも空きあるんじゃない。ほら前俺ら張ったとこも空いてんじゃん。空いてるね。な、ここだと桜子が見えない、ね、あ、いいねこれね、景色いいんだよねこれね。冬になると白鳥くんでしょ、ここ。でもうちらのより狭いんじゃない。またそういうこと。ここも空いてるな、ここも空いてるな。おお、え、はい、あのほら同級生、同級生一同学年みたいな、あのあれだっけ、子供さん、女の子たちで、この辺に貼ったんだよな。そう、あの時はこの辺に貼ったんだ。
で大人数で来た時はあっちがいいんだって、うん、いきなり広いんだ、あそこサイト、うん、この辺もいいんだけどね、道路でやったんだよ花火、うん、あのどうかかんない、トンネル、コールマンのあれトンネル、白赤かわいいな、いやこの小豆色とさベージュもいいんじゃないか、いやこれはパス、うん、ママあれがいいな、うん、白赤白赤かわいいよね、うん、白赤かわいい、うん、あれのワンタッチなんとかのコールマンテントも、ママちゃんスノキも欲しいな、そこ行っちゃうとやばいよ、やばいよね、憧れだよね、とことん行っちゃうよね、でもスノキってあんま変わんないじゃん、デザインが、確かに、うん、あの作りがいいんだよね、やっぱりね、物もね、なんかさ、ずっと使えそうな気して、うんうん、あ、出ました、コールマンデニング、あ、本当だ、ハープだけでしょうか、沼ちゃんちの欲しいやつだね、沼ちゃんちが欲しいやつ、あ、そうなんだ、これのドーム型が欲しくて、どれですか？どれですか？これです。これこれこれ。これこれこれ、あ、色これ、可愛いね、これこれ、あの中暗いやつでしょ、あれ中暗いやつ、火通さないやつ、可愛いね、やったら美味しくなる、この辺はね、亀ちゃんいいよ、リス大人数で食うからね、これが新しいやつ、ベースが定番で出てて、可愛いよね、パパね、え、ロゴス、あの工人パパもロゴス、これと同じ、これと同じやつだっけ、そう、これが可愛い、うん、ちょっとなんか可愛いのがぶら下がってますね、何可愛いの、何ぶら下がってんの、あれ夜になると電気つくんでしょ、LED なの、うん、可愛い、あれ欲しいね、あとなんかローマ字でね、うん、ほら LED で光るローマ字で、うん、夏キャンプってローマ字で、夏キャンプとかって、かわいい、ポンちゃんも連れてきたいな、ウサギは無理でしょ、ウサギはポンちゃんも連れてきたらかわいいのに、もう芝生食べ放題だよ、そうだね、こっちから行くと遠いからこっちから行った方がいいのか、インサイト、インサイト行きます、こっちから行くとあと帰れんでしょ、うん、ちょっと遠いからインサイトに戻っていいです、もうここから戻りましょう、景色いいですな、あまりにもいっぱいで景色は最高です、最高だね、ああ涼しい、ここ最高だ、ここも風強いんだよな、やっぱ上の方は風強いね、そう、あそこ広いな、そこな、うん、風が来たら飛びそう、一回あそこにされてさ、そう、最初ここだったの、やめたんだよな、でやめたの、ここはもう突風で飛んでいくって、スノピだと大丈夫でしょう、うん、これはでっかいからいいね、こういうね、安定感、安定感、あ、これ新しいやつじゃないか、これです、何が、
何？おしゃれ。ノルディスクかっこいいな。あれノルディスクだったの？うん、ノルディスクかっこいい。あの白熊マークの？そう。パガいんだよだってあれ。パガいんだよノルディスク。最新版。かわいいね。あのメッキのサーバーもおしゃれでした。メッキのサーバー、うん、そんなの持ってきてんだ。そう、めっちゃおしゃれだったの。多分インスタに上げてんだべ。うん、もう映えるよ映える、うん。そしてあそこの正面に変わった色の DOD がある。なんであんな色初めて見んだけど。え、あの大蔵行った時もあったべよ。あったよ大蔵行った時も。キャンピングカー憧れです。ミッドナンバー。結構山形とさ、宮城仙台の人多いよな、ここな。そうだね、ナンバー見てるとさ、うん、多いんだよね。やっぱ近いもんな。2時間かかんねえよ、うん、空いてれば。うん、こっちが一番頂上でしょ。はいね、その辺の上にも泊まったことある、ね。あの前の同級生と会った時だよな。うん、結構ここいいからな。うん、酒川もいいけどな。結構来てます。酒川もいいけどね。うん、いろんなのあるな。こだわってるね。こだわってるね。そうだよみんな。ね、みんな、ね。みんな。うん、どれ、ね、とこの可愛いの、ああサーカスティッシュでしょ、っていうのが9月の中旬に発売。あ、おしゃれ、ね、いい、見せてる見せてる、映える。何見せてんの、なんで映えんの。めっちゃ可愛いね、うん、いいねやっぱりね、うん、キャンプだね、うん、ガテナンバーです、ね、可愛いね、可愛い、おしゃれ、可愛い。かわいい。何が入ってんの？タイプが下から上だけめくれるっていう網とのタイプ。うちらのサイトもなかなかなんじゃないの？うちらのサイトもこうやって見るとなかなか映えてんじゃないですか？映えてるかしらね。見えてきましたよ。あ、うん、シェラカップ飾ってるのうちらぐらいだったね。あ、本当だ。うん。かわいいね。うん。かわいい。結構でも空きもあるんだな。落ち着いてるね、ここ。風ないからいいよ、風。ほら、これ夜になってまたいいからね。すごい、おしゃれじゃん。うん、なかなか。夜になってまあ散らかしたからね。今日は33番サイト。33番サイト。はい。チャムスとかこういう道具持ってきてんのいいんだけども、あのテント忘れてるからね、テントが。一番大事なマークを忘れてます。ダメですね。